皆さんこんにちは。人気サッカー情報番組やべち FC の初代アシスタントやバラエティ番組で活躍し、その可愛らしいルックスで人気女性アナウンサーだった前田由紀さん。今回は前田アナの現在や結婚、元彼から退社理由までまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単に前田由紀さんのプロフィールを見てみましょう。名前、前田由紀。生年月日、1981年1月17日。出身地、神奈川県。身長、160センチ。勤務局、テレビ朝日。活動期間、2003年4月から2013年3月。前田由紀さんは慶応義塾大学総合政策学部を卒業後、テレビ朝日アナウンサーとして入社しています。父親は日本航空ジャンボジェット機の機長と JAL エキスプレス学科教官を務めた後、崇城大学工学部教授を務める前田武雄さん。姉はテレビ東京で記者として活動していた前田由香さんです。前田由紀さんは就職活動の際に父親に憧れを抱いていたことからパイロットの採用試験を受けましたが、3次試験の日程が重なり周囲に相談したところ、みんなに由紀の飛行機には乗りたくないと言われテレビ朝日を選んだそうです。テレビ朝日に入社6日目でサッカー情報番組のやべち FC の進行アシスタントに抜擢され、テレビ朝日のアナウンサーとしてデビューをします。その後は今徳、ヤジウマプラス、銭形金太郎、クリームクイズミラクル9など番組で活躍し、世間でも愛される人気アナウンサーとなりました。そんな前田由紀さんは2013年をもってテレビ朝日を退社しています。退社理由はイギリス・ロンドンへ語学留学のためとのことでした。当時の週刊誌などでは、若手の台頭とアナウンサーとしての技術が向上しなく使いづらいと評価されてしまい、次第に仕事も干され気味になったことから退社に至ったと言われてました。実際に同年4月から渡英し、4ヶ月間ロンドンの語学学校と並行してフラワースクールのワークショップに通った後、コッツウィルズ・グロスターの古城にてガーデナーの下で見習いガーデナーとしてインターンしています。ですが世間では様々な噂が飛び交っていました。それは上司との不仲説です。というのも昨年まで前田アナが留学したいと言っているなんて話は全く出ていなかったようで、上司との軋轢だったとの声も。前田アナが仕事への不満を漏らした際にアナウンス部の上司のある人物に辞めたきゃ辞めろというような趣旨のことを言われ、それが退社を決意する決め手になったんだとか。前田アナはそこまでして社員にこだわる必要はないと思い切ったのかもしれません。またもう一つ言われているのが写真の流出です。メディアでその情報が大々的に放送されることがなかったのであまり有名じゃありませんが、ファンの中では知られている話かもしれません。流出した画像というのはホテルのお風呂に入っているというものとベッドに寝転がっているものでした。そのどちらも裸の写真となっており、おそらく撮影したのは当時の彼氏ではないかと推測できます。ただ撮影した男性の正体は明らかになっていないので真相は分かりません。またその一方で、留学はあくまで口実で帰国後にフリーに転身するのではという声も上がっていたようです。もともと芸能人からも評判が高い前田アナは、たとえフリーになったとしても活躍できる実力があり、実際30歳を迎える頃には強烈にアプローチしていた事務所もあったようです。その時は思いとどまったようですが、留学後あるいは留学中にもフリー宣言が期待されていたようですが、残念ながら前田アナからフリー宣言はありませんでした。そんな前田由紀さんにはプロバスケットボール選手の田臥勇太さんと熱愛の噂がありました。前田由紀さんの語学留学帰国後、2013年10月に写真週刊誌フライデーにて田臥勇太さんの所属先である宇都宮市内の自宅マンションに通う姿をスクープされ、半同棲中と報じられました。当時の報道では2008年頃から6年間交際しており、結婚間近とも伝えられていました。気になる前田由紀さんと田臥勇太さんの馴れ初めですが、お二人が出会うきっかけとなったのが共通の知り合いであるサッカー選手の中澤裕二さんの紹介だそうです。前田由紀さんはやべち FC のアシスタントを務めていたので、サッカー選手との交流があったのだと思われます。しかし
サッカーの印象が強い前田由紀さんだったので、バスケットボール選手と交際とは驚きですが、実は前田由紀さんはバスケが好きで、テレビ朝日に入社したのはスラムダンクが放送していたからだというほどで、田臥勇太さんとの出会いは嬉しかったに違いありませんね。そんな結婚間近とも言われていたお二人でしたが、交際報道から約半年後の2014年5月頃に一部スポーツ紙が同年春に破局したと報道しています。破局理由としては、結婚願望の強い前田由紀さんとまだ現役選手としてプレーに集中したい田臥勇太さんとの結婚観の相違だと言われています。さらに前田由紀さんがお母さんと離れたくないという理由もあったようです。田臥勇太さんはリンク栃木の中心選手で、元 NBA 選手だけにチーム内でも実力が突出しており、今後は選手のみならず指導者としても活躍が期待されていました。結婚すると栃木での新婚生活というのが前提となりますが、母親と仲が良すぎる前田由紀さんは一卵性親子と言われるほどの大の仲良しだそうで、栃木で田臥勇太さんと暮らすということが考えられなかったようですね。また最終的には栃木には住みたくないとまで宣言し別れたといいます。現在はフラワーアーティストとして活動している前田由紀さん、2014年2月から俳優の勝地涼さんの母親が経営している自由が丘にある青果店ブリキの上路に就職しました。どうしても花屋に就職したかった前田由紀さんは、条件の合う青果店を求人誌で発見し、普通に履歴書を送り面接を受け採用されたとのこと。その時就職先が勝地涼さんの実家とは知らなかったようで、そのことを知った時にはびっくりしたとのこと。また勝地涼さんも母親から前田由紀さんのことを聞いた際にはかなり驚いたとのことです。また前田由紀さんは2015年7月に大学時代の同級生である一般人男性と結婚したことをフライデーで報じられました。お二人の馴れ初めは、前田由紀さんがイギリス留学中に、ちょうど同級生も会社の留学でイギリスに滞在しており、現地で久しぶりの再会を果たし、帰国後も店に花を買いに訪れるなど交友関係が続き、真剣交際に発展、そこから結婚に至ったといいます。2015年7月に長野県内で挙式を行い、報道によると式には家族、近親者のみで行われたとのことでした。また第一子の男児を2016年12月23日に出産したことを自身のインスタグラムにて報告しており、毎日がとても楽しくて幸せですとコメントしています。さらに妊娠を機に勝地涼さんの実家の青果店から独立、2018年4月にスードリーを設立、自身のフラワーショップブランド GUI を立ち上げています。他にもオンラインフラワーショップ世界の花屋の監修やイベント、ウェディングパーティーなどの会場装飾の活動も行っています。2020年3月7日には第二子の妊娠を報告し、7月27日に第二子の男児を出産したことを報告しています。テレビ出演もしており、日本放送竹内よしえ Wiz に自宅からリモートで出演、またやべち FC 最終回に竹内アナと VTR で出演しています。他にも日本テレビ系世界一受けたい授業の花のある暮らしに講師としてテレビ朝日退社後初めてテレビ出演をしています。2021年11月24日にはフジテレビ系ノンストップ内のコーナーこの趣味泊まれにゲストで出演しています。いかがでしたか。今回は前田由紀さんについてまとめてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。